はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A のトレミーの定理についてお送りします。で、前回までね、円に内接する四角形やって、次雪原定理に、行く流れなんですけど、参考書とか、教科書によってはね、トレミーが出てくるところもあるので、一本動画撮っていきます。で、今回はポイント1つで、問題が1問、計2問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいと、あと、トレミーって何っていう方もいらっしゃると思いますので、そういう方は今から自分が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントのトレミの定理の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回はトレミの定理って何ぞやっていうのを掴んでもらえたら嬉しいです。すごくシンプルな定理なんで、やりやすいっちゃやりやすいんですけど、で、どういう時に使うかっていうと、円に内接する四角形の時です。ABC でこうくっついてる感じで、そこに対角線も2本引いてください。 BD と AC です。で、ここはね、参考書によって順番がね、右辺左辺ね、逆のこともありますけど、対角線かけたもの、AC×BD ね、対角線かけたものが、対辺同士をかけたものを足したもの、対辺同士をかけて足したものと一致します。つまり、対辺なんで、AB と DC みたいな感じ。つまり、AB かける、CD にしときましょう。足す、今度こっちの対辺ね、 AD とかける BC と、これがトレミーの定理です。対角線かけたものは対辺をかけて、こうやってね、足したものと一致すると。で、発動する条件は円に内接する四角形の時ですに使ってください。これがトレミーの定理と。で、下の問題はまずこうやってね、円に三角形 ABC、ここね、これが内接してて、各 BAC の二等分線、ここ BAC 二等分線なんで、ここの角度一致します。で、そいつの交点ね、外のと M として、 MA が MB 足す MC、この MA っていうのがこの2個足したものと一致するならば、 AB プラス AC イコール 2BC であることをトレミの定理を用いて証明しようという問題をやっていきます。つまり、これは使っていいんです。ならばだからね。で、ゴールはこっち。となります。で、トレミの定理を用いてと、今回はワードね、書いたので、もろに使っていきます。なので、早速、まず、トレミの定理より、対角線。この場合だったら、ABMC っていう四角形で考えていくべきなので、対角線は AM と BC になります。だから AM、BC、対角線をかけたものが、こっちの対辺からいこうか、 AB と CM かけたもの足す、こっちだね、 AC かける BM とまず一致しますと。これトレミの定理、普通に使っただけで。で、次に注目するのが、わざと二等分線ね、さっきチェック入れましたけど、ってなってるので、それも使っていきます。で、そこの2つの角度が同じなので、各、BAM かな ?BAM と CAM か。各、CAM より、これ、2つの角度が同じなんですけど、ちょっと円周角の定理で、今回の高校の動画の中では説明してないんだよね。中学校の時にやって説明したやつなんですが、これ、BM からスタートした円周角ですよね、こっち。で、こっちは C と M からスタートした円周角なんですけど、スタート位置が違くても、円周角が同じなので、ここの BM の弧の長さと CM の弧の長さは同じになります。つまり、これより、BM の弧の長さと CM の弧の長さは同じなんです。で、当然、弧の長さが同じなので、BM と CM も同じになります。なので、よって、BM イコール CM。これも使うことができます。これは同じ円の上の話なので同じになる。必ずね、弧が同じだったら、そこの弦の部分も同じだよっていう。で、ここでこれ使います。
ならばの前 MA イコールってやつ、これどうしようか、右ちょっと行く、いやもう一個行こうで、ここで、まあ、使っていいよって言ってくれてるので MA イコールこれね、 MB プラス MC よりで、この2番とこれをくっつけるとちょっとね、 MB と BM 逆になってますけど、BM と MB 同じなので、これここ代入していいじゃないですか。そうすると MA イコール2MC を使うことができます。これ単純にこの CM をここに入れたので、これがくっつく、まあ、CM と MC と逆になってますけど今だから、これを使うことができます。で、1,2,3 を使ってここになゴールに近づけていくんですけど、まあ、どうするかっていうと、もともとはこれでいきます。もうトレミの定理で導いたこれを使っていく。で、 BM のところ、ここです。ここに CM を入れます。で、 MA ここですね、 AM ここに 2MC を入れてください。ちょっと文字逆になってるんでややこしくて申し訳ないんですけど、で、入れていくと、まあ、MC に合わせたいんで MA ここを 2MC ここね入れて、かける BC イコール、で、ここはね入れるもんないんでそのままいきます。 AB で、ちょっと CM って書きましたけど MC に合わせたいんで逆にしますね。 MC で、プラス AC はそのまんまで、 BM ここだねが CM と同じなんで、まあ、ちょっと CM じゃなくて MC と書きます。で、こうなる。で、何するかっていうと、これ全部両辺 MC で切ります。で、両辺、まあ MC が0じゃないんでね、で割ると切ると 2BC が残る、切る AB プラス切る AC なんで、これになるんです。ちょっと両辺逆なってますけど、で割るとこうなるので、まあ結論書きたいからね、もうここに持ってっちゃいましょう。割ると AB プラス AC イコール 2BC となって結論が出ましたよと、こういった流れになります。まあ、これ個人的なすごいね、思いですけど、トレミーに関してはそんなに出てこないです。自分が中高生やってる時も、まあ、いろんな高校の子教えてましたけど、あんまりやるイメージはない。ですけど、やった場合は、まあ、ほんと簡単な定理なんでね、まあ、サクッと覚えてもらって、この証明が、まあ、すごく出てくる。定期テストとかで、イメージがあるんで、今回取り上げたんですが、まあ、もしよかったら参考にしてみてください。では。今回は高校数学数 A のトレミーの定理についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が節弦定理ですね、の方に行きますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。